はい、皆さんこんにちは、モロトフです。クロスローズイン、続きをねやっていきましょうか。現在のお店の評価ですけど28ですね。所持金ですがまたちょっと貯めておきました。4000ゴールド近くですね。なかなかねリッチですよね。さあ今回というか在庫チェックしていきましょうか。シリアルがね若干足りないかなと思ったけど今一瞬増えた。おっと、待ってイノシシいるの？え、犬は大丈夫？めちゃくちゃ荒らされてるんだけど。せっかく作ったシリアルが、わ、犬目の前にいいじゃん。ちょっと待って、バグってんじゃないの？大丈夫か？おいしょっと、退治してください。早めに退治してください。イノシシですけども、多分これで去っちゃうのかな。ひょっとしたらもう一回ね退治しましたよということなのかもしれないな。シリアルですけど心配ですが、9ですね。あとろうそくですけど我々ね作れるんですけど、お、やった、評価が上がりましたよ。今ねろうそくは38ということでちょっと少ない感じはしますけど、まあ比較的ね物は安定しているかな。ソーセージも若干少なくなってるか。あと株ね、何気に。で今回ね評価が上がったということでアンロックするのは何かなということなんですけども、これかな。2階作りましょうかね。2階を作っていきましょう。ここら辺に階段をね作ることで進めていこうかなと思いますね。はい、大丈夫かな。この人も詰まってないかな。だんだんねこのゲームねバグがね増えてくるのかなと思います。さあそしたらばいろいろ整理しなければいけないですね。まずはサンドバッグですけど、こっちに一旦置いておこうかな。こんな感じにしとく。でここに階段を置くということで、一旦これどうしよう、こっち側にちょっと置いておこうかな。でこれもちょっと一瞬詰めておくね。そしたらば階段ですけども、ここですね、いろんな階段の種類があるみたいなんですが、ちょっとリッチそうなこれにしようかな。値段はね全て一緒なんですけど、これをコツンとこのど真ん中にね置いといてみましょうか。照明ですけども、もう少しここら辺にあった方がいいのかな。こういう感じ。まあいろいろレイアウトは考えていかなきゃいけなさそうですね。よいしょと、こんな感じかな。そしたらば2階、ここを押すとね上に行けるんですが、ここでね部屋をね作っていきましょうか。部屋なんですけど最初ね廊下を作ろうかなと思いますね。なのでエンプティールームを選んで、こっからこうやればいいかな。ね、こんな感じにしておきましょうか。そしたら続いて、そうだな、一つね部屋を、大きな部屋を作りたいと思うんですけど、それは何かというとゲストルーム作っていきましょうか。例えばね4マス作っていきましょう。こんな感じですね。あとそうだ、扉もねなきゃいけないよね。おいしょと、こういうことかな。これでいいかな。よいしょと、これで扉を作っていきます。もう少しねできるまで待ちましょうか。下に戻って、要は何をやりたいかというと、ここねゲストルームここにあるんですけど、上にね移動させようかなと思います。最終的にはプライベートルームとかね、この娼婦の部屋なんかもね移動させていこうかなと思いますね。で皆さんからコメントねたくさん、前回の動画ありがとうございます。女の娼婦も見てみたいよという方がいらっしゃいましたね。ぜひね女性の娼婦が来たら、この男の娼婦をね一回解雇してね、ちょっと入れ替えてみるという作業をしていきたいなと思います。さあそろそろ上ができたんではないでしょうか。こんな感じですね。そしたらばこういった明かりなんかをどんどん上にね持ってった方がいいのかもしれない。例えばここら辺に持っていこうかね。一個一個下から上に持っていく感じがいいのではないでしょうか。ここかなね。でそしてもう一回下に行き、これを取って上に行き、こんな繰り返しですよね。ここに置いとこうか。あとのベッドですけども、この人がね出ていきましたね。そしたらばこのベッドもピックアップして上にね持っていきましょうか。よいしょと、部屋がちょっと小さいかね、そんな感じがしますね。あと一つぐらいしかベッドが置けないという状況だ。そうかそうか、横に拡張するか、もしくはね奥側に拡張するかという感じか。奥にも行けますよね。基本的にね下に土台があれば拡張できると思うんで。さあお金ですけど200ゴールドに一気になっちゃいましたね。さああとお客さんですけど少し少なくなったか。
まだ寝てるお客さんがいるんでね、待ちましょうか。よいしょと下に行こうか。そしてね、ここがね、将来的に開いたらば、我々ね、こちらの酒場をね、拡張するっていうのが私の考えなんですけど、いかがでしょうかね。これピックアップしておきましょう。そして上に上げて、こっちですよね。持ってきて、こういう感じにしとく。よいしょと、はい。これでいいか。もう逆に言うと、これでいっぱいなんだよな。そしたらば、一つのね、下のベッドは、こっちに持ってこうか。ね、従業員ベッドとして一回ね、置いておきましょう。さらにですけど、ここにあるね、こういったボックス、これなんかも上に持ってった方がいいかもしれないね。こういう感じにしてコツンと持っていきましょう。もう一個ぐらいあるはずですね。これか、地味ですけどね、面白いよね、こうやって移動させるだけでも。これをコツンとこんな感じに置いておく。なんならばこれも上に置いておく。縦だよね、縦結構重要かもしれないよね。だからパーンとここに貼っておきましょうか。真ん中ぐらいにやっとこうか。こんな感じね。よいしょっと。うんうんうん。猫ちゃんはここでいいかな。ね。いいかもしれないね。で、このお客さんがどくまで待ちましょうか。ここにもね、前回プライベートルーム作ったんですけど、ひょっとしたらここもぶち抜いて全部拡張しちゃってもいいかもしれないね。さあ、開きましたのでね、これ移動させていきましょうか。サクサクっとここに置いとこうかな。よいしょと。売っちゃうとね、多分安くなっちゃうんだよな。これも移動させとく。こんな感じにしておこうか。一気にね、スタッフ部屋、ベッドがね、増え出しました。さあさあ、ナイトポッティも置いていこうか。こっちにね、こういう感じで一時的に置いておきましょう。あとは照明ですけど、一旦こっちに持っていくかな。猫ちゃん、大丈夫かな？これで崩しても大丈夫かな？やってみましょうか。一回ね、ここの部屋を、リムーブします。よいしょ、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 こんな感じですね。ガンガンリムーブしていくと。あとは、酒場をね、拡張しますよっていう指示を出せばいいと思うんだ。お金間に合うかな？よいしょ、よいしょ。結構高いんだよね。おいしょと、ほい、ほい。あ、ダメだ。猫ちゃんがね、いるから、ここでダメになってますね。猫ちゃんピックアップか。ね、そうしましょう。よいしょと、ごめん。ここにピックアップさせて。そしたらば、これも移動させた方がいいよね。一旦この隅に置いておこうかな。もう本当に端っこに置いておこうか。餌もね、置いときたいですよね。こっち側に向けた方がいいかな。こういう感じで置いておきましょう。現在は2500ゴールドですので、多分いけるかな。拡張引き続きしていきましょうか。間違っちゃいけないので慎重に行きましょう。こうですね。よし、行けた。うわ、かなりさ、酒場がさ、広くなりましたけど。ね。今、1500ゴールドあとあるのか、上に持ってってもいいかもしれないな。この部屋がね、ちょっと手狭なので、あと1000ゴールド使って拡張していきましょうか。これだよね。こういう感じで拡張していくと、さらにね、ベッドが入るんではないでしょうか。ほいほいほい。うん。そしたらば、ここら辺の狭いね、テーブルなんかはこっちに持っていくっていうスタンスがいいかもしれないですね。さあ、それでは細かいとこいろいろいじっていきますよ。この樽ですけど、こっち側、ここら辺に持ってってもいいかもしれないね。一個こっちに持っていきましょう。よいしょと、はい。これでいいかな。あとは、お立ち台ね、本当はこっちに持ってきたいんだけど、ここでね、バードが踊った時に、向こうに座っている人はね、影響を与えなさそうなので、あくまでお立ち台はね、ここに置いとこうかな。さすれば、ここら辺のテーブルなんかは、こういう風にして詰めちゃってもいいかもしれないね。これもね、一気にここら辺に置いていきましょうか。ね。よしよしよし。わ、やばい。ダニがいるな。これ、洗わないとダメじゃない？ここじゃないな。ここかな？よいしょと。ダニ、洗ってくださいという指示を出しておきました。あと、これ、ちょっとなんか何気に邪魔なんだよな。こっち側を持っていこうか。ね。その方がいいかも。ここに置いておけば、若干ね、スッキリするでしょう。よしよしよし。もう少しテーブル増やしてもいいし、あとこのベッドね、上に持っていきましょう。よいしょと。こうかな？よいしょと。そしてもう一回下行ってもう一個だよね。これも、こういう感じにして、こういう風にしとく。ね。よしよしよし。奥に詰めておこうか。少しなんか狭い気がするけど、まあいいか。ね。こんな感じかな。
よしよしよし、いいでしょう。あれ、盾がなくなってる。そうか、拡張したんでね、売っちゃったか。また買わなきゃいけないな。お立ち台もうちょっとこっちに気持ちやっとこうか。こんな感じにしとこうかね。よいしょと。そしてね、明かりですけど、こういう感じかな。もう少し散りばめていきましょうかね。よしよしよし、いい感じではないでしょうか。改めて在庫チェック、シリアル9個ですね。おお、これサイダーが少しなくなっているのか。サイダー買わなきゃいけなさそうだな。今のうちに買っておこうかな。株ですけど、株って料理で使ってるんだっけ、どうだっけ。減ってないような気がするから、ちょっと放っておきましょうか。サイダーだよな、少し買わなきゃいけないの。買いに行きましょう。よいしょと。サイダーですけど、どこかというと、確かね、ここら辺がサイダー安かったと思うんだよ。そうだよね、覚えてきた。そしたらばこれですね、60ゴールド。全部買っちゃってもいいかもしれないね。700ゴールドにしておきましょう。当分ね、買わなくていいから。あとそうだ、ここにさ、女性が泊まってたと思うんですけど、気づいたらね、もうどっか行っちゃってるんだよね。つまりね、ずーっとはいないっていうことだな。そこら辺、よくね、考えておかなきゃいけないですね。さあ、そしたらバードが来ましたね。演奏してもらいましょう。しかも彼は部屋を探しているようだ。うん。ちょっとハテナマークになっちゃった。見ていきましょうか。お、このデスクがあれば我々のね、部屋を借りてくれそうですね。ちょうどここに空き部屋があるので、ここにする？それとも上にする？上にするとなると、ひょっとしたらお金がね、足りなくなる可能性があるので、まあこれを買えばね、住んでくれると思うので、一回やってみましょうかね。ここにね、コツンとこんな感じで置いておきましょうか。そしたらばこっちの部屋ですね、チェックします。はい、やった。これでここにね、バードが住み着いてくれました。我々の酒場にはね、男性の娼婦まだいますね。女性の娼婦が来ないからね、なかなか解雇できないんだよね。一応お仕事してくださいという指示を出しておきました。彼は自分自身でお客さんをね、取るというよりかは、たまにね、私がね、お客さんを選んで取ってあげるということをしなきゃいけないみたいだな。よしよしよし。なんかこれ、支度してますね。いいね、いいね。バードがね、我々の酒場に住み着いてくれたということで、お金がね、さらに儲かればいいけど、ほいほい、まだね、サイダーは来てなさそうだな。また、誘惑してますよ、あの部屋で。上見ていきましょうか。お客さん、よしよしよし、ちゃんといるね。ずっと寝てない？大丈夫？大丈夫そうかな。ここにも明かりが必要そうだな。少し明かり、安いものをね、当てがっておきましょうか。例えばですけど、何がいいんだろう。この松明っぽいの、ダメそうだよね。これどうだろう？ちょっとおしゃれだよね。じゃあ、これをここに置いておきましょうか。ね、ここら辺に置いとこうかな。コツンとこんな感じで置いておきます。よしよしよし、かなり雰囲気はね、いいんではないでしょうか。はい、ということでね、今回はここまでにしたいと思います。なかなか進みましたよね。続きが見たいと思う方いらっしゃったら、ぜひいいねボタンでお知らせください。またね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。We're on the way to New York City. Take my hand and see. Manhattan never looked so pretty.